黄金劇場は、横浜市中区に存在したストリップ劇場。1970年代から40年以上、営業していたが、2012年に経営していた女性が、公然わいせつ容疑と労働基準法違反で2度も、逮捕され、劇場自体も営業休止が続いた結果、所有者の移行により2013年6月27日付で、廃業を余儀なくされた。 閉館後に建物は改装されて、シェアオフィスアトリエ、旧劇場となり、2018年3月まで、シェアオフィスとして活動していたが、2021年現在は、中田道場横浜支部が入居している。AB 田中綾子。横浜、中区廃業のストリップ劇場創造の場へ、衣替え若手芸術から、シェアオフィスに、神奈川新聞、P22AB、小金町に、 新クリエイター拠点、旧劇場から、元ストリップ劇場を改装。横浜経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.hamakei.com スラッシュヘッドラインスラッシュ8943スラッシュ2015年8月3日閲覧。摘発された死にせストリップ黄金劇場の実態とははまれっぽ .com ポイフル2021年7月20日閲覧経営者が再び逮捕された老舗ストリップ劇場、黄金劇場の現状はハマレッポ .com。ポイフル2021年7月20日閲覧つ,ついに完全閉店となった黄金劇場。その経緯とはハマレッポ .com。ポイフル2021年7月20日閲覧三 17から18クロージングイベントシェアオフィス旧劇場2018年10月24日閲覧アクセス中田登場2021年7月20日閲覧横浜支部ありがとうございます